アストロラーベアストロラーベは平面アストロラーベとも呼ばれ、古代の天文学者や先生術者が用いた天体観測用の機器であり、ある種のアナログ計算機とも言える。用途は多岐にわたり、太陽、月、惑星、恒星の位置測定及び予測、ある程度と現地時刻の変換、測量、三角測量に使われた。イスラムとヨーロッパの天文学では、 天宮図を作成するのに用いられた。アラビア文字、アラビア語、アスターラブ、アラビア語、アスターラブなどと綴られるが、ペルシア語ではこれらの綴りで、アスチャーラブ、オスターラブと読み、トルコ語でも、アスチャーラブとなる。日本語では、アラビア語に近いアストロラーブとの表記もあるが、本項目では、アストロラーベに統一する。 アストロラーベの発明者は知られていないが、18世紀に六分儀が発明されるまでは、航海における主要な測定機器であった。アストロラーベの発明者として、ヒッパルコスやヒューパティアを挙げる歴史学者もいる。ヒジュラ歴885年の記念のある球体、アストロラーベアッパース長初期にマンスールなどの歴代カリフたちが主導したことで、 ギリシア語文献を中心としてシリア語、パフラビー語など処分権をアラビア語へ相互に翻訳する一種の翻訳運動が流盛したが、この時期に天文学関係の処分やの研究も活発化し、アストロラーベについてもその用途などに応じて様々な研究や作成が行われた。新中世のアストロラーベはイスラム世界の各地で発達し、主に用途としては天体や 地上の目標物の高度を測定したり、時刻の算出、先制術に必要な特定の天球上の星座配置の再現など、四分儀と並ぶ携帯用の天体観測儀として普及し、このため公開中の時刻や位置測定、地上におけるキブラを見つけるためなどに広く使われた。最初の例は315年のものである。イスラムで最初にアストロラーベを作った人物は、 マーシャン・アラーフの同僚であった先制術師ペルシア人のファザーリー野球世紀の先制術師でアストロラーベ製作者であったアリーブ・ニーサーなどのアッパース朝の宮廷で活躍した人々であることが知られている15世紀後半に作成されたものでは大変珍しい球体状のアストロラーベなどもある18世紀のペルシアのアストロラーベ・アストロラーベの 西ヨーロッパ世界への電波は、11世紀、あとウマイヤ朝などのイスラーム政権地下のスペインや、ノルマン王朝やホーエンシタウヘン朝時代のシチリア王国を経由して、イスラーム教徒やユダヤ教徒、キリスト教徒の知識人たちが、アラビア語文献のラテン語、ヘブライ語などへの翻訳活動が活発化していた時期である。西洋のキリスト教圏に、 アラビア語文献に基づいた東方の天文学を導入した人物として、シルエステル2世やヘルマヌス・コントラクトスらが知られる。数学的背景は、バッターニーの論文キーターブある GEJ により、確立され、プラトーの手でラテン語に翻訳された。英語版としては、ジェフリー・チョーサーがアストロラーベに関する論文を彼の息子のため、主にアッパース長初期に、 カリフマンスールの宮廷で活躍したユダヤ系の先制術師マーシャー・アラーに基づいて編纂した。またマーシャー・アッラーの著書はプルッセラによってフランス語にも翻訳された。アストロラーベに関する最初の書籍はプラカティッツによるアストロラーベの構造と使用法である。これもマーシャー・アッラーをもとにしたものであったが比較的独自性が高い。ヨーロッパにおける 最初の金属製アストロラーベは15世紀にディスボンのアブラハムザクートによって作られた。金属製アストロラーベは木製のものに比べより高い正確さを持つ。15世紀にはフランスの測定機器ギンシジャンフソリスがパリの彼の店で人気や他の科学機械などとともにアストロラーベを販売し始めた。16世紀にヨハネス・シテフフフラーがアストロラーベの製作法と 使用法の解説書であるイルシデイシオファブリケイ、ユザスック・アストラレイバイを出版した。1990年代後半、スイスの時計職人、ルートビヒエクスリンが、ユリスナルダンと共同でアストロラーベ腕時計を作った。2006年、ドーハで開かれたアジア大会では、開会式でアストロラーベを模した聖火台に点火された。 1208年のペルシアのアストロラーベアストロラーベはメーターと呼ばれる中空の円盤とその中にはめ込まれた1個以上のティンパンまたはクライメータと呼ばれる平らな板からなる。ティンパンは特定の井戸ごとに作られ天球の一部分を表すための方位角と高さの投影法による線が等間隔で刻まれている。これが地平線の上に置かれている。メーターの縁には一般的に時間。 または、この角度、もしくはその両方が刻まれている。メーターとティンパンの上に、リートと呼ばれる、王道の投影線と星の位置を示すいくつかの指針を持った枠がついている。リートの上で回転する、赤いの目盛りがついた細いルーラを持つアストロラーベもある。リートが回転するのに従って、星と王道が、ティンパン上の空座標の投影図上を動いていく。 一周は1日に対応する。故に、アストロラーベは、現代における、星座早見版の原型といえる。メーターの裏には、アストロラーベの多岐にわたる応用に役立つ比率などの、数値が刻まれていることが多い。それらの数値は制作者によって異なるが、時間を換算するための曲線、特定の月の日日を、王道上の太陽の位置に変換するカレンダー。 三角砲の日地面を一周する360度の目盛りなどが見られる。地面には、アリデードと呼ばれるもう一つのルーラが取り付けられている。アストロラーベを垂直に持った時、アリデードが回転し、その長さに従って、星に照準が合わされ、アストロラーベの縁の目盛りから星の高度が得られる。星を取るので、アストロラーベである。アストロラーベは、オークションなどで一枚。 50万ドルで取引される。リチャード・ネルソン・フライ、ペルシアの黄金時代163ページ、ディミトリ・グタスチョ、山本刑治役、ギリシア思想とアラビア文化初期アッパース朝の翻訳運動34から40ページカーソン、P208。ありがとうございます。